ボーダフォン 705SH 及び、あとのソフトバンク 705SH は、シャープが開発し、ボーダフォン日本法人、あとには、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA、GSM 通信方式のソフトバンク 3G サービスを利用可能な携帯電話端末。2006年6月14日発売。ジャッテ通過日は、2006年4月13日。ボーダフォン時代には、 スリームの愛称が付されていた。発売開始から1年以上経過した2007年7月の段階までソフトバンクの端末の中で週間売上台数1位を保持し続けていた。後発期の人気や在庫の減少などで徐々にランキングから姿を消していったが異例のロングランヒットとなった端末であることに変わりはない。また、あまりに人気があったためか、 後継機の情報が長らくなかった。ここまで人気が出たのは、いわゆる980円端末であることに加え、薄型という現在の携帯電話におけるトレンドを抑えていたことが要因と考えられる。2007年10月号のカタログより落ちたため、この時期に生産を終了したものと思われる。ソフトバンクにより、ボーダ本日本法人の買収後、この機種を含む数機種が、 ソフトバンク仕様に変更された。705SH は、タキシと同じ仕様変更である Y ボタンの設置やカラー変更等に加え、背面サブ液晶がハーフミラー仕様に変更されている。ボーダーホン 705SH とソフトバンク 705SH として区別される。なお、スリムの名称は、ソフトバンク 705SH になってからは、カタログパンフレットから消えたが、 ソフトバンクの孫社長は、記者会見などでこの名称を使っており、その後も CM 等では使われていた。この端末は、ステンレスシートキーの採用などにより、厚さ 17mm、重さ 104g という軽量スリムを実現した、端末である。薄くて軽い、この端末ではあるが、ボーダホーンアドレスブックや、地下チャット等の Bluetooth 通信機能、活用アプリケーション、 ボーダホンライブ、キャストなどといったボーダホン 3G の機能には一通り対応している。またカスタムと呼ばれる GUI カスタマイズ機能機能にも対応している。ただしカメラ撮影などに使われるライトが省かれていたり、音楽などを再生するスピーカーが通話用レシーバーと兼用になっていたりする。2006年9月15日よりソフトバンク 705SH と iPod などとのセットが用意されている。なお、このセットの購入の条件は、スーパーボーナス加入が必須で、店舗によっては、iPod などの,の低下よりも、販売価格を安くしている店舗もある。ありがとうございます。